PS 2線です。これから南清水沢駅に戻って夕張線完全制覇に向けて進んでいきたいと思います。今回の旅はいつもの私の一人旅とはちょっと違ってですね、大学の写真部の企画の一部なんですね。今日夕張行った後札幌に出まして、札幌で、この前の3月にですね卒業された先輩と、感動の再会を果たすということになっております。さっき宿からですね、6時40分南清水沢駅発の夕張行きがここを通るのを、ちょっと見えていたのを写真に撮っております。高校前通り踏切っていう名前がついてますね。あっちが駅ですね。ここの通り昨日末駒さんに買い物しに来た時とか、もう車1台も通らなくて本当無音空間っていうか、虫の声しかしないようなすごいなんていうか田舎だなという感じがしたんですけど、朝はやっぱり結構車通りが多いですね。さっきのホテルの前なんかも、すごく静かで、闇の中にポツンと立ってるような感じがしてものすごい違和感があったんですけど、それはそれで楽しかったんですけどね。今映ってるでしょうか、結構トンボがいっぱい飛んでてですね、夏らしいなという感じがいたします。夏らしいんですけど気温は結構涼しい感じがしてですね、地元神戸のうだるような暑さとは比較にならないですね。さてさて、あそこに赤いバスが止まってるの見えるでしょうか。あのすぐ隣にある小屋みたいなのが 南清水沢駅の、駅舎になります。今日は駅長のピヨコさんはいらっしゃるでしょうか。新夕張方面行きを見送ったので、駅舎に入りましょうか。窓口に明かりがついてますね。おはようございます。昨日の私の後は特に書かれていないですね。後ろのページをめくるとですね、後ろの一番後ろのページにですね、何やら闇の深い書き込みがあることを発見しました。こっちにですね、大人な回答が死ねなんて簡単に言ってはだめ。
まあ、こういう心ないことを書き込む人もいるということでですね、はい、そんなに闇は感じなかったですけど。